どうも、中野実験室です。先日じゃなくて連日話題の、森友学園に関してまた話してみようかと思います。理事長が、記者会見を開かれまして、ついに退任という決定をされたそうですが、その様子を見ていて思ってみた、思っていた、思ったことなどを話してみようかと思います。いやー、一言で言うと、どうもその理事長が退任されるということを、事実を知って、ちょっとこの胸がざわつく部分があったんですけど、まあ一言で言ってしまうと、知らねえよっていうことかなと思いました。いやー、このタイミングで理事長を退任されるというのは、一連の疑惑を幕引きしようとされてるんじゃないかと思うんですが、もうとても知らねえよという感じです。まあ、例えばその猪瀬元都知事が、まあ辞任された時に、まあ結局百条委員会とかの設置とかにはならなかったんですが、まあ日本のそのいいか悪いかどうかは知らないですけど、風習としてもう辞めた人の追及はあまりしないというようなことがあるそうです。なので、猪瀬さんももう都知事を辞めてからは、5000万円は何だったかっていう追及は行われてないですし、皆さん覚えておられるかどうかわかりませんが、甘利明さんは、TPP の担当から外れた後は、最終的に受け取った50万円とかどうとかこうとかっていうのは、まあ追及されてないわけです。なので、まあ理事長を退任というのは、これ以上の追及というのをもうここで止めようというような思惑があるのかもしれないですが、なんていうかね、知らんなと。例えばその大企業の社長職を辞任とか会長職を辞任とかっていうのは、まあ直接何でしょう、関係は自分たちに関係はなくても、やはり社会のどこかでつながってるようなところはあると思います。ですが、その森友学園っていうのは、その実際に関わった人々にとっては意味は違うかもしれないですけど、森友学園の理事長を退任するということは、僕にとっては何も関係のないことなんだなと。別にテレビに出てくるのは、せいぜい理事長と副理事長ぐらいで、ナンバースリーの方がいらっしゃるのかどうかも知りませんし、で、次の人が誰になるかとかも関係ないですし、せいぜい理事長を退任したからといって、問題が解決するとも思ってないわけです。結局その変な方法で売った国有地っていうのを、まあ国が買い戻すことで、問題の幕引きを図っている節はありますが、まあね、実際、週明け、この問題がどうなっていくかどうかわかんないですけど、まあ、幕引きに関しては、理事長の退任は何も関係ないなと。どうなんでしょうね。理事長はもう退任したから、今後追及はやめようって思った人とかは、いるんですかね。あの人が理事長であろうが、なかろうが、全然関係ないですからね。少なくとも僕には。まあなんてことを考えてました。いや、しかし記者会見一つにしても、自分の背後に、日の丸、国旗を、まあ、掲げて、そして会見を始める前には、日の丸に対して、一礼をされて始めておられましたけど、あの内容の記者会見で日の丸を背負う、国旗を背負うっていうのは、これ、何でしょう。儀式というか常識的に正しいのかな、なんてことも気になりました。何でしょうね。卒業式とか入学式とか、そういう式典に、あるのは、まあ、まだわかるんですけど、まあ、謝罪はされてないですけど、どっちかっていうと、不祥事に関わる。
会見において日の丸を掲げちゃう、礼をしちゃうみたいな、まあそういうことが好きな人なんだろうなって思いました。まあ、ちょっとダラダラと話してみましたが、その最終的にもう一度確認しておきますと、森友学園の理事長退任知らねえよ。以上です。それではまたお会いしましょう。さようなら。